なあ、霊夢悪かったって、機嫌直してくれよ。いやですー、直しません。おおお、どうした二人とも。いや、ちょっとね、こういった動画で霊夢の体を乗っ取って実況させていたことが霊夢にバレちゃってね。そんなことになってたの？霊夢ごめんよ、アポロチョコあげるから許しておくれよ。そんなんで許されるわけないだろ。許そう。え？アポロチョコで、許そう。うわぁ、平和な世界だー。霊夢ありがとね。いいってことよ、体の一つや二つ乗っ取られるくらい。ド M すぎてくさ。ところでさ、今回のマリオメーカーは普通の実況会だろ？なんでオープニングがあるんだ？ちょっと口内炎ができちゃってね。また霊夢の体を乗っ取らせてもらおうと思ってさ。しょうもない理由でくさ。そんな回りくどいことしないでさ、普通にみんなで実況すればいいだろ。あ、というわけで本日のサムネコースやります。おう、霊夢一発目のコース頑張る。うわぁ、マリメでよく見るカオスコースだー。で死ぬんかーい。あ、わかった。こういうのは開幕隠しブロックがあって、そこからキノコが出てきて簡単にクリアできるとかあるんだよな。ありませんでしたー。じゃあもう気合でいくしかねえじゃんこれ。惜しい、入りがかゆい。かゆいなら書いて、どうぞ。うん、なんか、ラッキーでいけそうに見えるんだけどいけないんだよな。徐々に切れてる感じが出てていいぞ霊夢。こういうのはさ、開幕、動きを固定化するセットアップを作ればいけそうじゃない？ああ、なるほど。つまりは、開幕しゃがみジャンプをして、着地したらすぐジャンプとか。そうそう、そんな感じ。なんか RTA の食用病が出てないかお前。つまりこういうことでしょ？看板の左端に立って、しゃがんで、右下をしながら大ジャンプからの、着地したらすぐジャンプ。ニャースのパーティー、ニャースのパーティー。ちょっとね、スーパー集中タイムレイムちゃんを発動するわ。ダッサ。うんち。うんち。うんち。こらあ、無理だー。やはははは、すまんすまん。じゃあさ、ここから3回までに行けたらさ、高評価をポチコリッとお願いします。そういうのはゆっくり実況じゃずるくないか？だからここからは、編集でカットするとかはしないで連続でトライするのよ。ああ、なるほどね。そういうことにはすぐ頭が回るんだから、小賢しい小娘だね。ちょ、フランさん、さっき泥酔がアポロ虚構会に行ったのについて行って、業務用ハーゲンダッツを買ってもらうんだってはしゃいでなかったっけ？あ、だから2個買ってもらって今さっき帰ってきたところだよ。2個は増えすぎだろう。とほほ、今週ももやし生活やな。金なさすぎだろう。あと、とほほって賞味聞かねえな。おっきゼロいいね。3期めっちゃ楽しみだよね。モブサイコの3期もめっちゃ楽しみだぞ。お前らうるせえ。何もなかったかのように高評価チャレンジが終わってしまいました。まああれだ霊夢、ドンマイってやつだな、ドンマイってやつだな。ドンマイってやつだな。うおーいたー。シャーシャオラシャオラシャー。おめでとう霊夢、すごいじゃないか。じゃあ泥酔、私の分のも業務用ハーゲンダッツ買ってくれよ。とほほ。ルイージ、フォレスト、トロール。おお、トロールコースいいね。そういやさ、このチャンネルではトロールコースって全然やらないよね。あえて避けてるの？確か泥酔が、他の実況者さんのパクリだって言われるのが嫌だから、トロールコースはやらないようにしてるって言ってたよね。うん、特にマリオメーカーは、そういうコメントがつく可能性が高いんだよね。だから気にして、トロールコースはやらないようにしてたんだけど、なんか、自分で自分に制限をかけて実況するのって、意味わかんないよねってなってさ。だからもう、気にしないで、好きなコースをやるようにすることに決めました。まあそんなの自由にやればいいのよほんまに。そして、些細なことは気にしないでこのトロールコースを楽しもうじゃないか。ちょま、逃げんなこのハゲー。ヒップドロップしたら速攻で右。あい、オッケー。そんでブロックを壊して上に行けると。このハテナブロックはな、お、ヨッシーじゃん。あれ？ヨッシー消えちゃった？でも、上に2体もヨッシーいるよね。そいつらを使うんじゃないか？なるほどね。そのヨッシーを作動させるのがこのブロックというわけで。ヨッシー。お前だけはマジで許さん。面白いように引っかかるのな霊夢。じゃあ先にこいつをポチュッとしときゃいいってわけなのね。それでヨッシーに乗ることができると。はーい、オッケーでございます。トロールコースって、こうやって罠にはまりながらも、一歩ずつ確実に進んでいけるから、達成感があって楽しいよね。まあ、そこが魅力だからな。で、ここにいればプックプクを避けられませんでした。これまだ下に行けるけど。浮いてるやないかーい。一旦冷静にプクプクが落ちるのを見ときゃいいのよ。そうすれば、下の3本を突破できるというわけなんですね。いいぞ霊夢、私はフランと業務用ハーゲンダッツ食ってるから頑張ってな。くっそうめえなこれ。
いやマジでくっそうめえな。これが殺意か。てめえら実況が終わったら後であれだかんな。よしここでチビになれば、細い道を抜けて、ヨッシーに乗ることができると。ん？ちょっと、やだー。もうヨッシーを失いたくない。上から降ってきた敵に被弾してヨッシーを失いたくない。上から降ってきたクララに被弾してヨッシーを失いたくない。全部お前のせいじゃねえか。よければツイッターのフォローもお願いします。いやタイミング下手くそすぎるだろ。はいヨシオちゃん上から失礼しますねー。霊夢落ち着け、右上の四角マーク、何かありそうな気がするぞ。ははは、そんなことあるわけないじゃないか。お前はもしかしてバカなの？なんて大爆笑面白トークを繰り広げている間に、スターを伝って、行くねえ、スターを伝って言ってよ、クソつまらんじゃぐさ。面白すぎるからもっと言ってほしいんだけど。つまんねえのか面白いのかはっきりしてくれよ、頼むからさ。で、ここは放題を伝って、死にます。あー、スターを伝ってより100倍おもろいぞ、今の。ここマジでわからん。とりあえず放題を伝って下に行くのが正解だよね。ナイス。霊夢知ってるか？ナイスっていうワードさ、配信者が今一番使っているワードらしいぞ。それ今言う必要あった？ありましゃある、意志弱すぎてさ。よっしゃこれでキノコを取って、旅館に入っていく。霊夢知ってるか？何々していく？ってワードさ、配信者が今一番使っているワードらしいぞ。それ今言う必要あった？ありましゃある、意志弱すぎてさ、集んでいく。そうそう、そんな感じで使うと霊夢も有名配信者になれるぞ。あ、わかった、もしかしてここの乗れました。そして鍵も出てきました。あーなんか今の米津玄師の歌詞っぽくていいぞ。え、ほんと？えへえへへ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 。積んだね。積んだな。キノコ取ってしゃがんでれば、トゲネットかぶれて、すぐジャンプすればいいのね。でもこの先めちゃめちゃ複雑だぞ。霊夢の足りない脳みそをフル回転させても初見じゃ絶対無理だぞ。いけました。マリサ今の、土管に入るタイミングを見計らってわざとゆっくり喋ったでしょ。そういうこと言わなくていいから。さて、このリフトを起動すると何が起こるのでしょうか？あ。トロールコースって楽しいよね。そうだね。じゃあ端っこで待ってればキノコ取れるじゃん。ちょっと、じゃんやけ。あの子、東京もんやないの？せやせや。なんぼこの湯あずましいなー。あれ急に田舎に来ちゃった？あれ、なんぼこの湯あずましいなーって。すごいこの温泉気持ちいいなーって意味じゃねえか。知ってて、さあ。そんなざれ事はよして、真剣にやりますか？私はいつだって真剣だよ。ここは簡単だよね。音を叩いて右上のツタを伝えばいいんだよね。いやこれ絶対罠だろ。あ、いいよ霊夢、今のリアクションすごくいいよ。エロ監督か。ねえ、今日のマリサってさ、結構ボケてるよね。そうだよね、マリサはツッコミ担当なんだから、しっかりしてくれなきゃ困るよ。あ、いや、そういう担当とかの意味じゃなくて、今日のマリサって、ボケボケで、何も考えてなさそうだなーって。お前にも見えるだろう、あの視聴性が。いやー。キャハハハハ、泥酔はバカだなー、まったく。本当に泥酔はバカだなー。お前も十分にバカだ。ジャンプして誘導すればよかったんですね。あ、ここ絶対怪しい。ほらーほらねー、言ったでしょ。ねー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 、小学生か。まあ、でも気持ちは十分にわかる。トロールの罠を初見で回避した瞬間ってめっちゃ気持ちいいよな。回避できませんでした。ここまで行ったら危ね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 。いやーマジでビビった。あそこはこのトロールコースの中で一番難しいところかも。いいぞ霊夢、もうすぐ最後の中間地点っぽいから、ここは慎重に行こうぜ。迷いなくとこう。あーそうだった、こいつはおバカの霊夢だったわ。ちょ、失礼ね、誰がおバカよ、失礼しちゃうんだから。おバカじゃねえか。つまりしゃがめばよかったんですね。そして中間ありがとうございます。なんやかんやあったけど、この先には中間ないし、もうすぐゴールですよ。まだなんかありました。霊夢よ、気を抜いたらいかんぞ。気を抜いたらそこで試合終了ですぞ。さっきから謎のキャラがいろいろと乗り移ってるけど大丈夫マリサ？あとはシンプルにパウを投げて、ブラパ倒して、ドアに入ればいいんだよね。お、ここは。B を押して速攻で右に移動。来てます。今日の私はハンドパワーが来てます。うわー、ミスターマリック懐かしすぎるだろ。てん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 。てん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 。歌うな、うるせえ。そして次はなんだ？あ、待ってやばいか。てん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 。止まるな、走れー。ナイスー。そして、次はなんだ？上の音符ブロックを踏めばいいのかな？お、そういや、待って。いやー。積んだよね。
積んだよね。つまり音符を踏んだら速攻で右にダッシュ。うまい。鍵を取ったので速攻でドアに入る。うまい。そしてクッパクラウンに乗ったら死にます。うまくない。乗ったら全力で避けていく。よーほっほっほっほし。その笑い方誰かに似てるな。さあここまで来たらあのドアに入って、そしてゴールでしょうかねー。そろそろ。そうだな、もう時間も十分経ったし、中間も全部切ったし、ゴールだと思うぞ。頑張ったな霊夢。ありがとうマリサ。最後にフラワーを取って全部破滅しろ。おい待て待て待て、全力で逃げていく。もうゴールだよね。ゴールしちゃうよ。いいよね。まあせっかくだし、ここにあるボーナスをすべていただいてからゴールすると、しゃれ込みますから。そうやってすぐフラグを立てるんだから。まあでも、正真正銘、これはゴールだな。そういうことだね。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。